こんにちは、柴戸です。今回はドラゴンフライのボーダーをご紹介させていただきたいと思います。こちら千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。皆さん、ドラゴンフライはご存知でしょうか？ハリーズエンジニアリングのオリジナルブランドギターなんですけれども、ちょっとね、聞き馴染みのないメーカーかもしれませんが、多分ウィードといえばわかるんじゃないかと思います。そうです、あのエフェクターのモディファイで有名なウィードの会社です。こちら千葉管楽器にですね、こう吊るされていたんですけれども、このね、素晴らしい木目に惹かれてですね、今回お借りしてまいりました。もう見るからに高そうですよね。非常に高級感のあるギターです。ドラゴンフライの最大の特徴はですね、スケールが長いんですよ。最長のものだと666、ストラトが648なんで、ストラトよりも長いスケールなんです。このボーダーはですね、650で、ストラトよりも若干だけ長い感じになっております。まあ、なぜですね、スケールを長くしているかというと、ダウンチューニングに対応できるようなギターと、テンションがしっかり追いついていけるような感じのギターに仕上がっております。木材もスペックも本当に素晴らしくて、コントロール系の特徴としてはですね、タップがそれぞれについております。こちらの上の方がフロントのタップ、そしてリアのタップ、そしてつまみはボリュームとトーンになっているんですけれども、トーンもですね、ローカット、ハイカットができるようになって、このセンター位置が一番オーソドックスなところなんですけれども、こうやって回すとこっちでローカット、そしてこっちに回すとハイカットという風な感じになっております。この1本のギターでですね、かなり幅広い音色を出せるようになっているので、スタジオミュージシャンの方々が愛用しているっていうのも本当うなずけます。では木材見ていきましょう。トップは非常に美しいメイプルになっております。このね、色も鮮やかだし、木目も鮮やか。ブリッジは五島のものがついておりまして、ピックアップはですね、ドラゴンフライオリジナルになっております。そして指板はですね、ローズウッドっぽいんですけれども、パーフェローという木材になっております。このパーフェローを調べているとアタック感がね、結構強いみたいですね。そしてドラゴンフライと、ペグは5等のロック式がついておりまして、ネックはメイプルですね。そしてボディはアルダー、2ピースですかね。非常に綺麗なアルダーです。というような感じのスペックになっております。このメイプルのトップ、アルダーバック、そしてパーフェローの指板というところで、非常にパキッとしてですね、一音一音がしっかりと主張されるようなギターになっております。クリーンも非常に綺麗で、クランチもね、粒立ちがしっかりしているので、すごく前に出てくれる音です。もちろんハイゲインも素晴らしいです。まあ、そもそもですね、ダウンチューニングに対応するようなギターということで、ハイゲインの音も輪郭がすごくしっかりしてます。ではでは音を聞いていただきましょう。
We'll be right back.